クラブハウス2010年ニューポートカントリークラブは1893年米国ロードアイランド州ニューポートで創立された歴史ある会員制ゴルフクラブである1895年開催の第1回の全米アマチュア選手権と第1回の全米オープンはいずれもこのニューポートカントリークラブで開催された家族が製陶会社を所有し 資金的に豊かなスポーツマンであったセオドア・ハベマイヤーは1889年に南フランスのポーを旅行し、そこでゴルフをプレイした。そしてゴルフは将来大流行すると確信してニューポートのナッツ別荘に帰ってきた。翌1890年に友人らと共同で市内の旧キャッスルヒルファームの土地を借り、そこに簡素なゴルフコースを作ってみんなでプレイした。 さらに1893年には近在に別荘を持つジョン・ジェイコブ・アスター4世、ペリー・ベルモント、コーネリアス・バンダービルト2世といった裕福な友人らの多くに声をかけて資金を集め、ロッキーファームが所有していた土地のうち140エーカーを8万ドルで買い取り、ここにゴルフクラブを設立した。当時のニューポートは、米国の富裕層の別荘地として最も人気があった。 米国にゴルフが紹介された頃は裕福な人々だけが特権的にプレーを行うものであり、ニューポートはこの種のゴルフ、社交クラブが生まれ発展するのに適した街だった。およそ30年後には初めに作った簡素なコースの土地も買い上げ、そこは現在の2番から8番ホールになっている。全国大会を開催したいとの絶望から、ハベマイヤーは1894年に 全国アマチュア選手権と名付けた大会を企画し、国内のベストアマチュアをクラブに招待した。この年の12月、ニューヨークシティのカルメットクラブにおいて、5つのゴルフクラブの代表者による会議が持たれた。参加クラブは、ニューポートカントリークラブのほか、セーエント・アンドリューズゴルフクラブ、シネコック・ヒルズゴルフクラブ、ザ・カントリークラブ、シカゴゴルフクラブであった。全クラブが、 アマチュアゴルフ協会を設立することに賛成し、これはその後の全米ゴルフ協会の母体となる。そして1895年にいずれも、第1回目の全米アマチュア選手権と全米オープン選手権の両方がニューポートカントリークラブで開催された。1995年には発祥の地であるニューポートカントリークラブにおいて、 全米アマチュア選手権100周年祝賀大会が行われ、ここでタイガーウッズが優勝した。今日、全米山の優勝トロフィーは、ハベマイヤートロフィーと呼ばれている。2006年には、全米女子オープンもここで開催され、アニカソレンスタムが優勝した。2017年4月25日、2020年6月の第41回全米シニア選手権が、 ニューポートカントリークラブで開催されることが USGA により発表された。1894年にクラブが初めて雇ったプロであるウィリアム・デイビスの設計により旧ホールコースが作られた。1899年には同じくウィリアム・デイビス設計で18ホールに拡大された。この第2期の旧ホールは長年ドナルド・ロスの設計だと思われてきたが2013年に オリジナルのスコアカードが発見され、誤りであることが判明した。1923年には、ウィングドフットゴルフクラブや、バルタスロールゴルフクラブ、ベスページブラックゴルフ場、サンフランシスコゴルフクラブ等の設計で有名な、AW ティリングハーストを雇い、コースレイアウトの大改修を行った。1995年以降、ロンフォーズにより行われてきた、改修作業も終了した。 ホイットニー・ウォーレン設計による古典的ボザール様式のクラブハウスがブレントンポイントに不毛な農場を見下ろすように建てられている。当時のウォーレンがニューポートに置いてなしたもう一つのプロジェクトは姉のエリスの自宅だった。このベイリービーチを見下ろす大邸宅は1900年に完成しハイタイドと呼ばれた。2006年の全米女子オープンの期間、ミッシェル・ウィーがここに滞在した。 クラブハウスは2005年に大掛かりな改修が行われた。ありがとうございます。